さあ、玩具レビューの時間でございます。今日はですね、仮面ライダーエグゼイドから、おもちゃの方を持ってまいりました。商品の方はですね、連撃連鎖 DX ガシャコンパラブレイガン。はい。ガシャコンシリーズのものでございますね。もうね、あのパワーアップした、パラドックスが使う、ものでございますが、まあこちらで今ちょっと手に持ってきたんですけど、いわゆるその何でしょう、あのアックス、斧ですね、斧とそれからガンの組み合わせでございますね。でモードチェンジができて、まああのちょっとあのガシャコンブレイカーっていうのありましたよね。でガシャコンブレイカーとかこのガシャコンシリーズには必ずあのゲームボタンをちょっとこう象徴したあの A ボタン B ボタンみたいなねありますけど、これも、やっぱりね A ボタン B ボタンがございます。まあそれを使うことでモード変化だとか音を必殺技の音をですね切り替えたりとかしますね。で、ガシャコンシリーズのもう一つの特徴として、いわゆるガシャットを組み合わせて、まあね、あの新しい必殺技を発動させるというその楽しみもございます。で色の方はちょっとこうね豪華な感じでございますね。はい、ゴールド、まあちょ、まあ、ゴールド本当のゴールドじゃないですけど、まあね、ゴールドっぽい色の、パラドックスのですね、パズルのデザインがねちょっとこう入ってたりとか、それからノックアウトのね方側のあの炎みたいなね、デザインとかも入っております。じゃあ早速電源をね入れてみたいと思いますが、炭酸乾電池2本でございますね。あ、炭2ですね。あ、失礼。炭4だね、これはね。はい、電源入れます。こんな感じです。よいしょ。ガシャコンパラブレイガン。はい、ガシャコンパラブレイガン。で、今ね、アックスモードになってるんですね。で、アックスモードの場合で、トリガーを引きますとこんな感じの音になりますね。まあアックスで戦ってる感じなのかな、ちょっと違う感じがしますけどね。はい、なんか風が吹いてるみたいな感じですけど、はい。そして、今アックスモードなんですけど、これガンモードにしてみます。でモード変換の時にはですね、この A ボタンを押しまして、カチャッと回します。聞こえました？今ズッキャーンって言いましたね。ちなみにモード変化させる時にいろんなこの音が出ます。アックスモードに変えると、よいしょ、ズッゴーンって言いますね。そしてガンモードはズッガーンですね。はい、さあこの音で、今度はですね、アックスモードじゃなくてガンモードね、はい、ズッドーンで、ではトリガーを引いてみましょう。こんな感じです。よいしょ、こっちか、あ失礼、こうだね、よっ、ズッギャーンの方ですね。はい、もうまさにこれはね、銃の音ですね。そして、ガシャコンブレイカーとかね、ガシャコンシリーズには特徴があるのはこの B ボタンなんですけど、B ボタンっていうのがですね、そのまあそのタッチした時の音回数などによって、必殺技の雰囲気の音が、ね、変わりますね。今ちょっとじゃあガンモードでやってみましょうか。スペシャル攻撃って言いますけど、ガンモードで B ボタンをですね、複数回押します。でそうですね、じゃあ3回やってみましょうか。1、2、3、そして引き金、はい、3連鎖って言ってましたですね。でこれがそのリズムも変えられるんですね。例えばそうですね、じゃあ5回やってみましょうか。はい、これで引き金を引きます。はい、はい、5連鎖だから、ガンモードでのね銃撃した時にはこの連鎖という言葉が使われますね。で最大10連鎖までいくそうです。じゃあちょっと10やってみましょうか。いきますよ。いきますよ。なんか喝采が聞こえましたね。最後に喝采が出るんだ。
はい、こういうふうにですね、押したリズム、それから連打した時の音にリズムに合わせて、まあ、この音の、ね、出方も変わるということですね。でこれは今ガンモードやったんですけど、これをアックスモードでやってみたいと思います。A ボタンを押しまして、またね、今度アックスモードにしますよ。よっ、はい、ズッドーンで、アックスモードにしました。でこれでスペシャル攻撃をやってみたいと思いますね。やっぱり B ボタンを押します。で3回からやってみようかな。そして、トリガーを引きます。あ、3連打って言いましたね。だからさっきの10の時、ガンモードの時は連鎖、こっちのアックスモードの時は3連打になるんですね。はい、では、じゃあね、5回いきましょう。いきますよ。ちょっとリズム変えてみようかな。ね、ちょっと変えましたね。いきますよ。はい、5連打。ね、で、これもやっぱり10までね、最大10連打までできますので、ちょっと10回やってみましょうか。いきますよ。よっ、飛びた。はい、はいね、連打とは言いながらちょっとリズムが随分狂ってますけど、こういう風にですね、その自分の押した回数、それからリズムに合わせて、その音のね、ペースも変わっちゃうということで、このあたりはちょっとこうなんか、音のね、楽器みたいな面白さがありますね。まあこういう、そういう意味ではちょっとおも、子供さんたちにはね、ちょっとね、面白いおもちゃだと思いますね。はい、でこれがまあ通常、まあ、この単品ね、この、ガシャコンパラブレイガンだけで遊べる時の音でございます。でもちろんこれだけじゃないんですね。やっぱ仮面ライダーパラドックスが登場した時にですね、変身装置に使いました、皆さん覚えてますかね、こちら、ちょっと私今箱持ってきてるんですけど、デラックスガシャットギアデュアルというですね、おもちゃがございました。残念ながらこれね、もうちょっと結構人気の商品だったんで、店頭にはない場合があります。あ、もしあったらラッキーですね。はい、おかげさまで CS ストーリーズの方でもですね、これ販売させて、このガシャとギアデュアルで、販売させてもらったんですけど、これはもう本当に、ね、売れました。2ケース強売れましたね。はい、だから非常にね、人気の商品なんで、ちょっと今となったら手に入りにくいかもしれません。もしお持ちの方だったら、これパラブレイガンと組み合わすことで、また新たな、ね、遊びがクリエイトできるわけなんですね。で何ができるかというとですね、ちょっとやってみましょう。ガシャットギアデュアルライダーをね、これいますね。別売りをセットして、これ必殺技になりますね。でちょっと電源を入れましょうか。はい、ね、ガシャッとギアデュアル、これ電源入れますね。でじゃあね、これが今アックスモードになってます。お、失礼、アックスモードの状態で、これセット、はい、音がね違いますね、やっぱりね。今ガシャットギアルを差し込んだんですけど、ノックアウトクリティカルフィニッシュということで、これアックスを使ってるんですけどね、まあ打撃に関係してるんでしょう。それからノックアウトですからね、打つという意味も入ってるんでしょう。ノックアウトクリティカルフィニッシュ、そして、ランダムで KO というね、その叫びが入るそうです。ちょっともう一回やってみようかな。一回抜いてみますね。で上にあるレリースボタンを押しながら、はい、ガシャットギアデュアルを抜きました。もう一回入れてみます。はい、引きますよ。残念、 KO 出なかったですね。ランダムでこれは KO っていうのが出るみたいなので、ちょっと一つお楽しみということにしましょうか。さあ、そして、もう一度ガシャッと抜きまして、今度は、ガンモードに戻します。はい、ガンモードの場合でも、ガシャッとギアデュアルで、必殺技をですね、発動することができますね。ちょっと入れてみますよ。はい、じゃあガシャッと
はい、引き金引きます。今のね、パーフェクトクリティカルフィニッシュということですね。でこれもランダムで、最後にオールクリアっていう音がどうも出るらしいんですけど、ちょっと今ね、今出なかったですね。ランダムなんでなかなか難しいんですけど、もう一回やってみましょう。ガシャッと抜きまして、さあ今度出てほしいな、できるかな。はい、じゃあもう一度トリガー引きます。あ、残念でなかった。ね、オールクリアっていうのがですね、出るとすごく気持ちがいいんですけど。はい。これもですね、やっぱ何回か遊んでないと発動しないっていうことで、残念ながらね、ラジオのね、収録の時にこれができないですけど、ぜひこれはね、皆さんでやっていただきたいなと思いますね。で、ちょっと一回ガシャッと抜きます。で、気になるのがですね、実はこのね、ガシャコンパラブレイガンの方は、まあでデュアルガシャットが入るということでスロットがついてるんですけど、スロットがね2つで結構大きいんですよ。当然ね、2枚分のスロットが入ってるんです。でそれぞれにガシャットが実は入るんです。ですから、今まで集めてきているガシャットをここに入れまして、全然違う種類のものを入れることで発動もできるんで、これはねちょっと面白いですよ。はい、せっかく集めてきてるねガシャットがあるんだったら、食玩版でもいいしカプセル版でもいいし、ここに差し込んでいろいろ音をですね試してみるっていうのも楽しいんじゃないかと思います。特にですね、お子さんたちはですねこれ好きだと思います。で実際これね、デラックスガシャットコあのねこの、ガシャコンバラブレイガン、僕たち昨日だったかな、発売をですねしたんですけど、僕たちが仕入れた分はすぐ完売いたしましたですね。で追加注文をさせてもらってるんですけど、ガシャコンシリーズね意外とね人気なんですよ。でバンダイさんもね早くに製造はもう打ち切ってもうやめてるみたいなんです、製造の方ね。だからすぐなくなりますよ。はいお気をつけになってください。はい、ということで、今日の商品の方はですね、デラックスガシャコンパラブレイガン、ね、エグゼードのファン、またね、新しく登場したライダーのファンの方はですね、ぜひね、お買い求めいただけたらと思います。さあ、そして、今日のですね、曲を言っていきたいと思いますが、もうこれはね、この曲かけなきゃダメだよねということで、仮面ライダーエグゼードのですね、オープニング曲かけたいと思いますが、ですね、これリクエストいただいたのが、ジョージさん、ありがとうございます。ジョージ・アルフレッドさんですね。Thank you very much, ジョージ・アルフレッド。Okay, so here's your request music from the Kamen Rider Exide, Exide, Excite by the Miura Taichi. Here we go.